こんにちは、けいそうです。今回は雪南天とスズメの描き方をお届けします。お庭にやってくる小さな小鳥たちを見ていると、その愛らしい姿や仕草に本当に癒されます。でも彼らは厳しい自然の中でたくましく生きているんですよね。あんな小さな体ですごいなぁといつも感心しているんです。今回使う画材は吉祥の岩彩24色中7色です。また岩彩チューブの5粉も使います。筆は面相筆、作用筆、平筆、文字を書くための筆ペンを使いました。はがきは画線紙、にじみの少ないものを使います。まず面相筆に黒を取り、筆先を整えたらスズメの頭の部分から描いていきます。次にくちばしですね。頭からお腹の部分にかけて湾曲した線を描いたら、次は反対側の首の方から翼を描きます。その下には長い尻尾を描きます。いきなり筆で下絵を描くのが難しいと思われる方は、あらかじめ鉛筆で薄く線で描いておき、それをなぞるようにして下絵を描いてもいいと思います。続いて足を描いて、その後スズメが止まっている枝を描いていきます。枝の表面は雪が積もっていることを考えてデコボコに描いておきます。次にスズメのお顔を描きます。ちょっと見えにくいですね。左側の絵を参考に描いてください。黒目は後から塗るので目は二重丸で描きます。次に翼の羽を描いていきます。次に黒とクリカーチャを絵皿で混色し、焦げ茶色を作ります。この色で雪をかぶった南天の輪郭を描いていきます。まず葉っぱを描きます。葉っぱの下の線をスッスッと描いたら、葉っぱの上には雪が積もっていることを想像しながら波線で描いていってください。同じ方法で葉っぱを描いていきます。まず下の葉っぱの線を描いたら、上は波線で描きます。雪が積もっているんですね。続いて南天の実を描いていきます。スズメさえしっかり下絵を描いていれば、この辺の南天の葉っぱや実は自由にアレンジしていただいて構いませんよ。右の方からも南天の実と葉っぱが覗いています。続いて積もった雪を波線で描いたら、そこから葉っぱが飛び出している様子を描きます。ここはたくさんの南天があって雪がいっぱい積もっていますね。想像を働かせて描いてくださいね。次に平筆で黒と
クリカーチャを絵皿で混色して薄い焦げ茶色を作ります。これで普通は画線紙に背景は塗らないんですが、今回は雪の白さを浮き立たせるために背景を塗っていきます。このようにこのくらいの薄さで塗ってくださいね。濃く塗るとうまくいかないことがあるので、このぐらいの薄さがいいです。先ほど描いた下絵の南天やスズメにかからないように上手に背景を塗っていきます。続いて面相筆に持ち替えて園児と城主を絵皿で混色します。この色で南天を塗っていきます。先ほど描いた下絵の中の丸をきれいに塗っていってくださいね。真っ白な雪の中で南天が赤く鮮やかに見えます。鮮やかだけれどもこの赤色は落ち着いて見えます。園児と城主の組み合わせが一番いい組み合わせだと思いました。この絵手紙は全体に色を塗っているので一見大変そうに見えますが、一つ一つの工程は簡単です。さあどんどん南天を塗っていきましょう。うちのお庭には染料と南天が隣り合って植わっているんですけれど、大概小鳥が来て全部食べてしまうので年明けまで赤い実が残っていることはありません。でも今年はどういうわけか南天の実はほとんど残っていました。でも染料の実は一つも残っていません。もしかしたら染料の実の方が美味しいのかもしれませんね。一度筆をきれいに洗って、次は絵皿に残っている焦げ茶色で枝を塗っていきます。枝の上には雪が積もっていることを意識して描いてくださいね。筆を洗って、続いて群録とうぐいし茶録を絵皿で混色します。濃いめの緑色を作ってください。この色で南天の葉っぱを描いていきます。葉っぱの下の方に塗ってください。上には雪が積もっているんですね。なので葉っぱと雪の境目はまっすぐではなく少し波打たせて描いてくださいね。背景を薄く焦げ茶で塗っているので、この葉っぱの上の雪の白さがくっきりと見えてくるでしょう。
作用筆に持ち替えて胡粉を取り、絵皿の焦げ茶色と混色して薄い焦げ茶色を作り、スズメのお腹の部分を塗っていきます。次に面相筆に持ち替えてクリカー茶を取り、スズメの頭の部分を描きます。この茶色のお帽子はスズメの特徴でもありますね。目にかからないように丁寧に塗ってくださいね。一度筆をきれいに洗ったら、胡粉と本藍を絵皿で混色して薄い水色を作ります。この色でくちばしを塗ります。次に胡粉を絵皿の赤色と混色して、そこに少しだけ黄土を加えてスズメの足を塗ります。作用筆で胡粉と本藍を絵皿で混色して薄い水色を作ったら、雪の影を入れていきます。動画のようにところどころに雪の影を入れていってください。影を入れることで雪が立体的に見えてきましたね。一度筆をきれいに洗ったら、クリカー茶を絵皿の薄い焦げ茶色と混色して翼の下塗りを行います。ここで一度完全に乾かします。私はドライヤーを使っていますが、自然乾燥でも構いません。絵皿に顔彩チューブの胡粉を少しだけ取ります。きれいに洗った作用筆で胡粉を取ったら、まずスズメの頭の白い毛のところに塗ります。そしてこの色で斑点のところどころに雪をかぶせましょう。また枝の上の雪や葉っぱの上にもところどころこの胡粉を重ねていきます。この胡粉を重ねることで雪が少しリアルに見えてきたでしょう。この時下の絵の具が乾いていないと、胡粉と下の色の絵の具が混じって汚い色になってしまうので、胡粉を塗る前には完全に乾かしておきます。この絵皿の胡粉をほんの少しだけ薄めて作用筆に取ったら、このようにして別の筆の上でトントンと叩いて雪を降らせます。胡粉の濃度が濃すぎると雪にならないんですね。面相筆に持ち替えて胡粉をつけて、このように雪を描き足していきます。筆を一度きれいに洗ったら、今度は黒を取り、スズメの目の中の瞳を描いていきます。あと目の下の模様を、そしてほっぺたのところの模様を入れていきます。これはスズメの特徴でもありますので、丁寧に描いてくださいね。続いて翼の羽を
このように線で表していきます。クリカーチャと黒を絵皿で混色します。この色で羽を塗っていきます。この色で羽の全体を塗るのではなく、羽の半分だけ色を塗ってくださいね。スズメの頭の部分にもう一度クリカーチャをかけておきましょう。ここは雪がない方がいいですもんね。面相筆に5分をつけて、このように腹部のところにところどころ羽を入れていきます。続いて瞳の周りと目の中心に5分をちょんと丁寧に入れてください。瞳に光を入れたら急に生き生きと見えてきませんか。続いて羽に5分を少し足していきます。はい、ここに筆ペンで文字を入れて印を押したら絵手紙の完成です。自然の中でたくましく生きているスズメにこんな文章を添えてみました。いかがだったでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、ぜひご登録といいねボタンをお願いします。またブログ、さわやか墨彩画教室では、 YouTube で語りきれなかった画材や墨彩画についてのさまざまな情報を掲載しています。説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。